私も大変なんですけど、誰かさんのせいで。こいつ。私に投票したんだって。名前で呼ばないでよ。あんたなんかもう友達じゃないわ。結果がどうこうじゃなくて、あんた誰に入れたのよ。まさか。あ、ほら、そうだよ。白鷺くんだってたまもちゃんに入れたんだよ。私だけじゃないでしょ。ね。白鷺。私のどこがどう適任なのよ。ないわよそんなもん。なわけあるか。単に自分がやりたくないから人に押し付けただけよ。その理由って何？したくて活躍したんじゃないわよ。だったらなんで入れるのよ。私は向いてなんかない。おのれ白鷺、そこを動くな。
しあさぎ。思い知ったか。たまもちゃん、冗談にしてもそれはちょっとやりすぎ。冗談？私は本気よ。まあ、今日はこの辺で勘弁しといてやるわ。大丈夫？当たり前よ。ちゃんと手加減してやったんだからね。感謝しなさい。どいつもこいつも友達がいのない。そういえば違うわね。まったくやってらんないわ。暇になったと思ったのに。何よ。できるできないの問題じゃないの。私はやりたくないのよ。しかもね、あの後戦艦に出てみたらどうだったと思う？半分も来てなかったのよ。クラス一人ずつのはずが、1年2年合わせて8人だけ、私を入れて。残りの人たちはどうしたの？さあ、サボったんじゃないの？そうよね、そう思うわよね。私だっていやいや出席してんのに、ムカつくったらないわ。まさかあんたたちまで私に入れてたなんてね。ねえ、そうそう、きっとそうだよ。私もたまもちゃんってしっかりしてるなーって感心してたもん。調子のいいこと言ってるわ。いいわよいいわよ、少しでもあんたたちを信じた私がバカだったんだわ。
あんたはそういうやつだと思ってたわよ。ああもう、とにかく私はムカついてんの。当たらなくても。じゃあほのかに当たるわよ。え、どっちがいい？あるかそんなもん。今日のストレスは今日のうちに発散するのが私のポリシーなの。せよ。それでも何十分の一かの責任はあんたにもあんの。まして隣の部屋に住んでるくせに私に余計な役目を押し付けた罪は重いのよ。もう少し平和的なストレス解消法は。例えば？太るから嫌。何よそのは。気にしてない女の方が少ないわよ。ほっほー、ボケーっとした顔して見るところは見てるってわけね。むっつりやろう。やっぱりこのムカムカはあんたにぶつけるのが良さそうね。嘘よ。これ以上やったらいじめだもん。あー、それにしても気分悪いわね。またそこへ戻るの？当たり前じゃない。そう簡単に気を変えられないわよ。ヤサギ。なんかないの？気分転換になりそうなこと。こんなむしゃくしゃした気分じゃろくなもん書けないわよ。面白いのやってないし、変態に捕まったら余計ストレスたまるわ。若菜と一緒にしないでよ。それをあんたに聞いてるんでしょうが、使えない男ね。担任にしてこの生徒ありだわ。そうよ、あいつも悪いのよ。どうせ候補者なんて集まりゃしないのに、なんでうちのクラスだけちゃんと選出するんだか。だいたいやりたくないって言ってるのに、無理やり投票で決めるってやり方も気に食わないわ。それって結局
誰かに追っかぶせてるだけじゃない。しかも責任の所在を曖昧にするために無記名投票なんかにして、正面切って私にやれって言えるやつなんかうちのクラスにいるはずないもんね。そりゃ確かに特定の誰かを恨んだりはできないけど、かえって不愉快だわ。誰かに用事を押し付けたら恨まれるのが当然じゃない。そのリスクは負いたくない。でも用事は押し付けたい。やり方が汚いわよ。所詮教師なんてそういう人種よね。真面目だとかなんだとか上辺だけ取り繕って褒めるけど、実際は便利な奴がいるくらいにしか思ってないんだわ。あんたはそれでいいだろうけど、押し付けられるこっちの目にもなんなさいよ。なんで私だけ自分の時間を犠牲にして、大して仲がいいわけでもない奴らのために用事を背負い込まなきゃいけないのよ。やってらんないわ。っていうかあんたいつまで聞いてんのよ。さっさとボタンを押して先へ進めなさいよ。こうやってぐち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 言ってんのも結構疲れるんだからね。暇人ってこれだから嫌なのよ。隅々までしゃべり尽くさなきゃ気が済まないのよね。別に最後まで聞いたからって何があるわけでもないのにさ。もしかしたらなんか面白いこと言ってんじゃないかとか期待しちゃうのよね。バカみたい。そんなことするはずないのに。だいたい何よこのセリフ。こんな長ゼリフ台本がなかったら間違えずに喋れるわけないじゃない。こんな意味のない愚痴で原稿用紙2枚分とんでもないわ。はい、おしまいおしまい。そうよ、そうよね。やってやろうじゃない。それしかないわ。当選してやる。いいじゃない、生徒会長。やってやるわよ。そう、やる気になったんだ。まあ、大丈夫だよ。たまもちゃんならできると思う。決まってるじゃない。潰すのよ。潰す。こんな定員割れで候補者を無理やりかき集めるような生徒会なんかに存在価値はないわ。私が会長になって生徒会そのものをなくしてやるの。無茶じゃないわ。生徒会がなくて困ることって何？ほら、その程度のもんなのよ。大丈夫、なくても困らないわ。万が一ないと困るようなら次の代で復活させるわよ。そうね。
無理かもしれないわ。一人ならね。だから手伝って。私会長、あんた副会長、共に風見学園の硬直した体制を打ち破るのよ。だって白鷺くん、文化祭の時一生懸命手伝ってくれたし、すっごく頼りになる人だなって思ったの。嘘じゃないわよ。明日立候補の届け出に行くからね。関係ないわよ。うちの生徒じゃない。立派に非選挙権はあるはずだわ。やっぱり生徒会をなくそうなんて前例のないことだと思うのよね。それに挑むには一人じゃ心細いわ。何よその目は。バカ言わないで。こんなとんでもないこと一人じゃやってらんないわ。残念でした。あんたじゃなきゃダメなの。前例がないと言われようが、とんでもないと言われようが、あんたを盾に言い返せるじゃない。今まで男子生徒がいた前例があるのか、これ以上とんでもないことなんて他にあるのかって。わかった。わかりなさい。いいじゃない、協力してよ。あんたの選んだ候補者がこうして頭を下げてるんじゃない。下げようか。それとも私の恨みを買いたいって言うんなら止めはしないけど。言っとくけど私執念深いわよ。しかもここで見捨てられたらその恨みはかなりないね。あんたを陥れるために何をするかわかんないわ。私、あんたを脅迫してんの。どう？協力する気になった？
ダメよ。なんでよ、白鷺だってこの学校の生徒だもん。生徒会選に出たっておかしくないはずだわ。ええ、もちろん白鷺くんには立派にその権利があるわ。なんでダメなのよ。要するに身代わりでしょ。身代わり？何それ。あら、白鷺くんが代わりに立候補するから沢良木さんの出馬を取り消してほしいという話じゃないの？違うわよ。それじゃまるで私が白鷺を脅したみたいじゃない。ごめんなさい。てっきり沢良木さんが白鷺くんに無理やり候補者の役目を押し付けようとしているのかと思ってしまったの。そんなことしないわよ。少しは生徒を信用したら？そうね、失礼しました。じゃあ何？二人一緒に出るの？そう、私生徒会役員なんてやったことないし。黙ってなさい。間違って当選でもしちゃったらどうしていいかわかんないのよ。それで白鷺に手伝ってくれるように頼んだの。白鷺も経験はないみたいだけど、知った顔が一緒なら失敗するにしても少しは気が楽だし、それでもダメ？まあいいでしょ。白鷺くんには何か言いたいこともありそうだけど、私のところへ来た以上ある程度は納得しているんだろうし。それにあなたたちは仲がいいものね。生徒会の仕事は大変だけど、二人でならうまくやれるんじゃないかしら。いいアイデアかもしれないわ。仲が。
期待してるわよ。頑張ってね。あ、待ってよ。それじゃあいいのね。ええ、もちろん。立候補の届け出は明日までだったかしら。忘れないうちに言っておいた方がいいわよ。任せといて。その辺抜かりはないわよ。ちょろいもんだわ。大学出て3年経っても芽が出ないようなら考えるわ。あんたが言い出したんでしょうが。私だって冗談よ。何マジに返してんの。それにしてもあいつどこに目つけてんの。聞いた？私とあんたの仲がいいときたもんよ。はあ？あんたまでそんな寝ぼけたこと言い出すの？文化祭で散々こき使われて、挙句に生徒会の選挙に付き合わされて、それで仲がいいって思い込めるなんて、よっぽどおめでたい頭してんのね。どこをどう推測すればそういうイカれた結論が出てくんの。嫌な言い方しないでよ。単にあんたは使い勝手がいいからあれこれ用事を頼んでただけじゃない。何よ。やめない。しょうがないわ。私はね、一度買った喧嘩を転売するつもりはないの。そうよ、そっちが生徒会役員なんかやらせようとするならこっちにも考えがあるって始めた喧嘩。この喧嘩に勝つためにはどうしたって一人じゃ戦力不足だわ。あんたなんかと仲良しに見られるのはめっちゃくちゃ不本意だけど、我慢してやるわよ。喧嘩をふっかけられて変えずにいるストレスの方が体に良くないわ。まあ巻き添えを食うあんたには悪いけど、私に目をつけられたのが運の尽きだと思って諦めなさい。
あ、そんで放課後空いてるわよね。そう、ついでにちょっと付き合って。頼もう。